今回は春らしいアイメイクもピンク、リップもピンクのモテメイクを紹介します。ではまずアイメイクから始めていきます。チップではなくブラシを使ってください。目の際からグラデーションを作ります。でぼかします。ちょっとスモーキーをイメージして、目尻の下まぶたにも入れます。リップメイクをしていきます。このピンクが強いグロスを塗っていきます。上下両方部分付けしていきます。ピンクのグロスを使います。これも中央にのみつけていきます。グロスを2種類使いしても部分使いなので、そんな強調されず嫌味にならずモテメイクになります。マスカラは根元から黒でくっきりたっぷりつけてます。チークはオレンジピンクで骨格を作る程度に引き算してます。皆さんもぜひ試してみてください。またねー。